洗濯ブラザーズのワッシュワッシュ、はい、言うて今日も始まりましたよ。どうしますか今日は。今日はですね、はい、やっぱり生デニム。生デニム、はい、まだワンウォッシュしてないデニムの洗い方をやっていきたいと思います。なんで。いや、結構この日のために履き込んできたんですよ、はい、おテラソンっていうブランド、アメリカ、メイドイン USA の、はい、本当にストレートのね、かっこいい耳付きセルビッチで、ちょっと履き込んできたんで、いい感じでここのシワもですね、はいはいはい、あいい感じに。これ、あの、私、あのクリーニング宅配やってるので、うん、仕事するときに膝つくんですよ。ほうほう。お客様のところに家に行ったら膝つくんで、ちょっと膝減ってません？確かに薄れてます。薄れてますよね、ええ、膝つきをするんです。ゴマすり営業。ゴマすってますよ。こういう風な業務によって多分 ね、まあ、ね、デニムの確かに仕事されるペインターさんとか、はいはい、いろんな多分その仕事によって、はい、デニムの色落ちって違うと思うんですよ。違います。で、僕の場合はやっぱりゴマすり営業、ゴマすり営業スタイル、はい、出ております。しっかりと。ご苦労様です。ありがとうございます。でもちょっと汗かいたりとか。何日ぐらい履いたわけ。これ買ってちょうど1年ぐらい経ってます。1年1回も洗ってないの。1回も洗ってないです。ちょっとあのシワ作りたかったんで。あー、きついな。これちょっと臭いと思います。ちょっと寝かせすぎじゃないですか。寝かしたくてこの日のために。いい、ね、なるほど。温めた。温めました。で、のりもちょっと弱くなってきてるなっていう感じだし、汗もかいてるし。いやいや、それはかいてるでしょうよ。いや、でもやっぱり色落ち楽しみたいんで、はい、ちょっと今回、まあ、色落としたくない手で洗いたいということで、うん、じゃあ使うのはこのデニムウォッシュ。デニムウォッシュ出ました。出ました。この糊をね、配合しているデニム洗剤、中性です。プラス、じゃじゃん、この洗濯ネットで手洗いじゃない洗い方でどこまで、まあ、戻せるのか。でも皆さんちょっと一回ね、汚れがどれぐらい出てるか見てみたいと思うので、一回ここの付け置き場を用意しました、はい、じゃあ10リッターの水入ってますが、ここに 5cc ぐらい入れます。ドワッとで、しっかり混ぜます。これは海苔が入ってますね。海苔が入ってます。海苔強めたいよっていう方はちょっと多めに入れていただく、はいはい、触っていただいてね、海苔の感じちょっと、うーん、まだかなみたいな。あ、それがあんまりよくわかんない。よくわかんない。でも、まあ、大体10リッターで 5cc から 10cc の間で使ってください。あの、常温です。常温で お湯は使わないでください、はい、で、じゃあちょっともうね、あの、本当は裏返したいんですけど、はい、ちょっと今日は皆さんにこの蓄積した汚れがどれだけ出るかを見てもらいたいので、もういっちゃいますね。いやー、1年はいくね。まだね、ほんと1回回ってないんで。いやー、どうだろう、出るかしら、うん、ちょっと水多いなとは思ってたんです。ちょっと水がね、溢れちゃいましたけども、そのことはどうやっていいんですよ。汚れがね、どれぐらい出るかをやっとくうちにですね、はい、もはや汚れがやばい、何してんの。いや、やっぱり汗かいてるからね。怖っ。うわ、怖い怖い怖い、汗かいてるから。うわ、出たな。怖いで。ちょっとよ、まだちょんよ。15秒か20秒ぐらいですよ。ちょんってやっただけよ。いや、えぐ。うわ、出た。うわ、うわ、出た。やっぱり、ね、汗かいてたね。くさ。ごめんなさい。すいません。ノーウォッシュでした。いや、もう汚な。汚な。うわ、あー、くっさそう。出たね。ごめんなさい。汚な。でも、恥ずかしいやろ。恥ずかしい。こんな汚かった。こんな、すがすが。YouTube にこんな、そして。いやー、もうあかん。もうあかん。もう放送禁止です。やばいっすね。これダメです。で、これを洗濯機で洗って色が落ちないかどうかをちょっとテストしたいんで、はい、まあ、このままいきますわ。
いやー、来たね。ちょっとあの、そのお汁をこぼさんといてな。いや、汁はね、ちょっとその上でちゃんと水切って。はい、このまま洗濯機にぶち込みますわ。あ、そうやね、それでいってほしい。これでいきます。そしたら、いいですか。はい、どうぞ。はい、よいしょ。じゃあこれでちょっと、うん、洗濯機で洗ってみてどうなるか。どうなるのか。いや、色は落ちるんじゃないの。いや、落ちると思うでしょ、うん。まあ、どれだけだから洗濯ネットでカバーしてくれるかっていうのを見たいよね。裏返さずに、裏返さずに、もう表のまま行きましたよ。でも、ほら、匂い取りたいね。いや、もちろんです。あと、てかもう、汚すぎる。で、こっちもね、あの、ワンウォッシュ、こっちはね、ワンウォッシュしてるアイテムだと思うんですけど、説明してください。こちら、ストックナンバーというデニムの、これすんごい履きやすいんですよ。ストレッチ入ってないです。入ってない。これストレッチ入ってないですけど、ワークパンツ、デニムワークパンツでしっかり縫製もしっかりできてますし、日本製です、こっちは、うん、さっきはアメリカ製ね。これもちょっと儀式をしましょう、はい、ファーストウォッシュ。これは何年ぐらい。これね、半年です。半年洗わず。洗わずで、あ、こわ。あれもデニム、あ、もう生デニムなんで、こっち行きましょう。わすぎれだよ、これ。いきますよ。どれぐらい出るか、まあ、多分こっちはそんな半年なんで、そんな出ないと思いますよ。言うても。混ざりました。さっきはね、15秒ぐらいですごいのが出てきましたけど、さあどうでしょう。洗剤入れた？入れたよ、もちろん。あ、え、こっちはやっぱ出ないっすね、そんなに。あ、出ない出ない、全然出ない。なんで。ちょっとやっぱりあの、糊の感じがね、最初はあったんですけど、糊の感じなくなってきたんで、これが、まあ、このデニムウォッシュ使うといい感じでまた糊付けされるか。まあそこまで強くないですけどね。なるほど。洗濯機でいきましょう。はい、はい、脱水が終わりました。で、開けていきたいと思います。どうなってるか。どうなった。お、どう。いや、全然色落ちしてないですね。全くしてない。まあちょっと濡れてるんであれなんですけど、イメージの印象としては全然大丈夫そう。しかもあんまシワが少ない。ちょっと寄りましょうか。気にならない感じですね。おお、本当ですね。うん、出てないですね。出てない。縮みもそんななさそうな感じです。膝のとこどうなってる。膝はね、まあちょっとね、乾いてちょっとここが薄いは薄いかなって思うけどっていうところですね、うんうん、ここはね、裏返しにして干していきたい。もう一つのね、デニム、さあこちらもどうなったか。色はね、洗った時に出なかった。すごいね。いやー、色キープしてます。色キープしてます ね、 ね。あ、めっちゃ色落ちしたって感じだなってな。全く。あ、いいんじゃないですか。でちょっと縫い目こうやってピッピッと伸ばしておいてあげると、はい、シワも少ないですね。いや、このセット最強かも。デニムね。デニムとこのデニム洗剤と、はい、この洗濯ネットのコンビネーションで
今回は初笑いと。ねえ、いいね、気持ちいい。はい、やっぱ洗った方がいいよね。そうですよ、あんな汚い水見せられて。おいにいがさ、迷惑ですよ。いや、皆さんに知っていただくために公共の交通機関使わないでください。車で行きます、どこでも。はいはい、ダメだわ、ダメだね、ちゃんと洗おう、奇跡的に。だから、なぜ洗わないかっていうと、色が出るのが嫌なんでしょ。そうですよ、デニム好きの人たちは色を一気に落としたくないんですよ、はい、でもある程度シワを作っといてから洗いたいって感じなんですよ、うんうんうん、でそれが自分の仕事のね、あのこう擦れやすいところとかがあるんで、はい、そういうところが後で見てると味になってくるんですよ、うん、そういうのを見て楽しみたいので、なんかこうエイジングをゆっくりと楽しみながらデニムと付き合っていきたいっていう感じですね。よかった、全然臭くないです。いや、もう洗おう、洗いましょう、はい、テラソン、はい、テラソンのデニム、これからもっとエイジングをね、そうですよ、2年後、3年後って楽しみたいと思いますから、はい、このデニムウォッシュとこの洗濯ネットがあると、うんうん、お家で簡単にデニム取り付けというか、うん、軽い取り付けです、うん、ができますので、皆さんもぜひこの生で洗いましょうということでした、はい、では皆さん、YouTube のコメント欄でいいね、グッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。